美丽神区直播台，我哋欢迎大家跟香妈一起练日文。今日咧要睇嘅新闻咧系关于呢一个嘅黑板画噶，咁唔知大家有冇 follow 开一个啊、uh, Instagram 嘅日本人咧？佢咧都系画呢啲黑板画咧，好出名嘅。咁咧，我哋咧就一齐睇下呢个新闻系讲乜嘢噶啦。 東京の美術大学の学生たちが来月卒業する3年生のために教室の黒板に絵を描きました。13日は7人の大学生が東海南中学校に行って1人が1つの教室で絵を描きました。3年4組の黒板には 桜の花の中をクジラやイルカが泳ぐ絵が描いてありました。大学生たちはたくさんの色のチョークを使って7時間ぐらいかけて絵を描きました。絵には卒業する生徒が希望を持って未来に進んでほしいという大学生の気持ちが入っています。14日の朝、教室に入った生徒たちは 黒板の絵を見て驚いていました。他の教室にも行って絵を見て楽しんでいました。3年生の生徒はすごく綺麗でした。ずっと忘れないと思いますと話していました。 咁呢，今次呢個嘅黑板畫呢，就係呢一個東京藝術大學嘅學生咧畫嘅，就唔係嗰個聲聲畫嘅，即係唔係嗰個 Instagram 好出名嗰個聲聲畫嘅。咁我哋就一齊睇下呢個新聞係講乜嘢啦。畢業する三年生へ黒板に描いた絵のプレゼント。咁標題嗰度啦，送俾畢業生嘅禮物，黑板上面嘅畫作咧。 茨城県東海村の中学校で、東京の美術大学の学生たちが、来月卒業する3年生のために、教室の黒板に絵を描きました。東京美術大学の学生们、唯一次成员東海村一間中学、在下の月籍将会畜疫的高中三年級、 啊个国産省は一番発板網です。13日は7人の大学生が東海南中学校に行って、1人が一つの教室で絵を描きました。七位大学生呢13日嘅東海南中学校で、既然一間嘅教室呢就分別進行した黑板網嘅活動嘅。 3年4組の黒板には、桜の花の中をクジラやイルカが泳ぐ絵が描いてありました。大学生たちは、たくさんの色のチョークを使って、7時間ぐらいかけて絵を描きました。 大学生咧用咗好多好多嘅颜色嘅粉笔咧，就大概咧花咗七个钟头咧就画完啲画啦。絵には卒業する生徒が希望を持って未来に進んでほしいという大学生の気持ちが入っています。大学生们咧希望咧可以透过呢个黑板画咧祝福毕业生活咧保持住希望同埋未来前进嘅。 14日の朝、教室に入った生徒たちは、黒板の絵を見て驚いていました。14日の朝早学生學生入呢時教室嘅時候っ見到期、板表の瞬間就非常之驚訝嘅。他の教室にも行って、絵を見て楽しんでいました。亦都其他嘅教室睇行睇其他嘅発板の絵非常之開心嘅。 3年生の生徒はすごくきれいでした。畢業生來說太厲害了。太好了。なのずっと忘れないと思いますと話していました。ちっとだ忘い最後大家見う一度の意思 系咁咧，以上咧就我哋今日要分享嘅新聞啦。咁我就咁睇呢個新聞嘅畫咧，我都覺得非常之靚啊！點解可以用粉筆畫到咁靚嘅咧？同埋我又覺得有啲可惜嘅，即系誒、嗯，即係始終畫喺黑板咧，好似要～ 始終有一日要拆咗佢咁樣，嗯，如果可以攞走，即係可以有啲實體，好似平時我哋一啲畫畫上去啲畫框啊、畫、呃、紙、畫框嗰度，咁樣就好啦。不過誒、呃，黑板畫亦都有佢嘅誒值得學習或者係值得紀念嘅地方嘅，咁同埋可以影張相啦，記低，我覺得都 OK 嘅。不過都係。 好可惜咯，即系如果真系有个实物就好啦。唔知大家画画方面有冇呢个嘅天分，或者大家有冇收过一啲咁靓嘅画呢？咁啊，欢迎下边留言话俾我哋听嘅。如果你中有今日嘅影片呢，记得帮我订阅、赞好同埋分享出去啦。咁我哋听日再睇下其他新闻啦。就咁多啲，拜拜。<music>